ウクライナへの侵攻を続けているロシア軍と東部バフムートで硬直状態となる中、ウクライナ軍はドニプロ川を渡り南部でも攻防が続いているよ。そんな時、ロシア軍が最後の砦となるクリミア半島に竜の歯を設置し塹壕を掘っている動画が公開されたな。ウクライナ軍の進撃が順調でロシア軍は退路を確保しているとも言われているが、まだロシア軍の防衛線が完全に突破されたわけでもないし、ウクライナ軍も油断できないぜ。そうだね。さて今回は、クリミア半島に設置された竜の歯について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。クリミア半島の先住民族であるクリミアタタール人とウクライナ人からなる軍事パルチザン運動組織のアテシュは、10月4日にクリミア半島の東端に位置する港湾都市フェオドシア付近に、防衛線とみられる、対戦車障害物として知られている竜の歯らしきものが映っている映像を公開したよ。このクリミア半島は2014年、ロシアに一方的に併合されており、ウクライナはクリミア半島を奪還すると表明しているね。竜の歯ドラゴンの歯とは対戦車障害物とも戦車のような無限軌道のキャタピラーで走行するために道路以外の不整地でも移動可能なものの動きを妨げるために、設置された人工の防御用の障害物で、鉄筋コンクリート製の三角錐や四角錐の突起物を敵の戦車が向かってくる方向に対して直角になるように、数百メートルから数キロメートルの長さに密に並べて敷き詰めてあり、さらに複数の列で構成され戦車が走行できなくなるような構造になっているぜ。そもそも戦車は分厚い装甲で、無限軌道より道路がない荒れた不整地のような場所でも走行できるが、幅がある川や深く掘られた塹壕などは容易に乗り越えることができず、竜の歯のように鉄筋コンクリート製の硬い障害物を乗り越えようとすれば、戦車の底部が突起物に乗り上げてしまい、キャタピラーが地面から離れてしまうので、無限軌道ができず身動きができなくなってしまうわけだ。このような戦車の弱点をついたのが、竜の歯と呼ばれる人工の障害物で一般的には鉄筋コンクリート製の四角錐の障害物が戦車の走行を妨げるように徐々に高く、複数列に敷き詰められているぜ。戦車が激突した際に竜の歯が壊れたり、ずれたりするのを防ぐために近い位置から2メートルの深さにコンクリートの土台を埋め、その上に竜の歯を乗せるような作りで戦車が激突したくらいでは壊れないのが一般的だね。このような四角柱の多くのブロックが地面に密に敷き詰められている様子が竜の歯のように見えることから、こう呼ばれるようになったと言われているよ。竜の歯は、第二次世界大戦時ヨーロッパの戦域ではすでに使用されており、向かってくる戦車等の機甲師団の進撃を食い止めるために考案された古い対戦車用の障害物ではあるんだけど、戦車の性能が強化され現代化したとしてもキャタピラーを左右に有するという基本的な構造自体は変わらないのだから、戦車の進撃を食い止める方法としてはシンプルだが、今でも有用だと考えられているんだ。ロシアは占領したウクライナの各地、ほぼ全域を制圧しているルハンシク州の西端において、ロシア国境の近くから南のドネツク州との境界あたりや、ドネツク州からザポリージャ州にかけての要所に竜の歯を設置しており、3列に並べられた竜の歯は数百キロから千キロメートルに及ぶとされ、その両側には巨大な塹壕が掘られ三重の防衛線が設置されている様子が人工衛星の画像で確認されているね。しかし、短期間でこのような広範囲にわたって設置したとすれば、この竜の歯は地下深くにコンクリートの土台を設置し梁を埋めて強固にした本来の構造ではなく、四角錐の突起物を地面に設置しただけの箇所が多くあるのではないかと見られているぜ。ウクライナ国防省が SNS に投稿された動画ではイギリスがウクライナに供与した新型の主力戦車のチャレンジャー2が、あっさり竜の歯を押しのけ突破している様子の動画が公開されており、今回、動画で確認されたようにロシア軍が設置した竜の歯は地下深くに土台を作ったりせず、ウクライナの反撃に間に合わせるため戦車が簡単に突破できるくらいの障害物に過ぎなかったのではないかと思われるね。今回、クリミア半島の東端に位置しているフェオシアで竜の歯が設置されているのが確認されましたが、
ロシア本土のグラスノダール地方とクリミア半島をつないでいるクリミア大橋が架かっているケルチ海峡があるケルチ半島の南西方向にあり、黒海に面した港湾都市で、オランダのシンクタンクであるハーグ戦略研究センターに所属している戦略アナリスト、フレデリック・メルテンス氏によると、フェオドシア北東部にあるとされているユーノハは、町から約16キロ離れたケルチ半島の根本部分の最も狭い部分に設置されているというよ。今年6月初旬から反転攻撃作戦を開始したウクライナ軍のザポリージャ州の攻撃軸における本命は、ドニプロ川を渡りウクライナ軍の支配下にあるオレホボから鉄道交通の要衝であるトクマクを経て、アゾフ海に隣接するザポリージャ州南部の要衝であるメリトポリを奪還した後に、ロシア国内のロストフナドヌからドネツク州とザポリージャ州を経由してヘルソン州南部やクリミア半島への補給路である、いわゆる陸の回廊を切断することにあり、そこからヘルソン州のロシア軍の防衛線を突破しクリミア半島の奪還を目指すことが最終目標と見られているな。もしこれが実現したなら、2014年に併合して以来クリミアに駐留しているロシアの部隊を維持していくのが難しくなるぜ。ウクライナ軍がこのような作戦で前進してくることは、クリミア半島を占拠しているロシア軍は当然わかっており、クリミア半島北部のジャンコイやアルムヤンスクとヘルソン州とをつなぐ地域に、ユーノハや塹壕による防衛線を構築していることが衛星画像などで確認されているよ。フェオドシア北東部にあるとされているユーノハがその場所に存在するのが事実なら、ウクライナ軍の反転攻勢作戦によりクリミア半島北部から進撃してくると見られるウクライナ軍からフェオドシアを防衛するものとは考えにくいんだ。また、ウクライナ海軍の戦力を考えたとして、ウクライナ軍がクリミア半島への上陸作戦を試みる可能性はまずないだろうな。すると、ロシア軍がこのユーノハを構築した本当の目的はケルチ半島の守りを固め、さらにクリミア大橋を守るという可能性が非常に高いとの見方が出ているぜ。もし、ウクライナ軍がケルチ半島へ進軍するのを防ぐためにユーノハが設置されたのであれば、ロシア軍はクリミア半島までウクライナ軍が突破してくると考えている証拠であり防衛の準備をしているとも取れ、さらには、ウクライナ軍がザポリージャ州のロシア軍の防衛線をも突破し、トクマクやメリトポリを奪還しクリミア半島に押し寄せてくると想定しており、クリミア大橋をロシア本土への退却路と考えているのではないかと指摘する声も出ているらしい。クリミア半島の先住民族であるクリミアタタール人とウクライナ人からなる軍事パルチザン運動組織のアテシュは、フェオドシア近郊におけるユーノハ設置の情報の他に、クリミア半島においてロシア軍の長距離地対空防空ミサイルシステム S-300 が設置されている7地点を特定し、同半島南部のシンフェロポリの北にあるグバルディスコエ空軍基地周辺で新たな要塞が、気づかれていることを確認したことも明らかにし、ロシア軍がクリミア半島の防衛を固めていると見ているね。その他、10月1日にはウクライナ軍との関連のある国の公的機関国民レジスタンスセンターも、ロシア軍はクリミア半島の内陸の町に防空装備を移送し、町を防衛するために建造物を強化をしているとの報告をしているみたい。今では、ロシア軍は広範囲のユーノハの設置や塹壕堀に労力を費やしており、これまで占領してきた地域の防衛に徹して、守りを固めている状況だが、このユーノハの有用性については西側のメディアや軍事専門家の間では疑問視する声もあるようだぜ。ロシア人による反プーチン政権武装組織が2023年5月22日、ウクライナ側から国境を越えてロシア西部のベルゴロド州へ侵入し、複数の戦車や装甲車両を投入しロシア軍が設置したユーノハと塹壕の防衛線をあっさり越えロシア領内部核に侵攻したよ。この防衛線の建設にはベルゴロド州では100億ルーブル約186億2600万円を投じてこの防衛線を築いており、同州のバチェスラフ・グラドコフ知事は昨年4月から始まった防衛線建設作業がようやく完了し、ベルゴロド州の防衛は万全になったと。今年の3月に宣言していたのにもかかわらず、武装集団はユーノハを迂回しロシア軍の兵士が少ない場所を選び、あっさりと防衛線を越えてしまったらしいな。今ではロシア軍の兵力不足は慢性化しており、
他の地域でも同様に防衛線を突破される可能性は大きく、西側諸国では竜の歯の設置にどれだけの効果があるものかと注視しているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナ軍の第47機械化旅団がザポリージャ州でレオパルド2が実戦で砲弾を発射し、白昼の荒々しい戦闘の様子を SNS に投稿したよ。ロシア軍の第二防衛線も突破したと言われているウクライナ軍だが、劣勢から大きく戦況を変えたハイマースの性能についても気になるところだな。さて今回はこの新型戦車レオパルト2について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ドイツやオランダなどの北大西洋条約機構NATO加盟国を中心に運用されているドイツ製の新型戦車レオパルト2がウクライナ軍に供与されたよ。レオパルト2には A4A5A6 および A6M などがあり、本国のドイツとデンマークでは最新の 2A7 が配備されており、ウクライナへは 2A4 と 2A6 が供与されているね。レオパルト2の中で1980年代に生産された 2A4 は装備が古く、砲塔の装甲が垂直方向を向いていることが特徴で、1990年代に生産されたレオパルト 2A5 以降は砲塔部に鎖型追加装甲が装備され、その他の改良も加えられてアップグレードしているんだ。レオパルト2の全てがラインメタル射程の 120mm ヌメ鋼砲を主装備しており、A5 までは44口径だが A6 以降は55口径 120mm 滑空砲に換装し砲身長を延長した。約 1.3 メートル長くなり砲弾の初速が向上したことで射程も上がったってわけ。A5 以降の第2世代の改良で戦闘能力は強化されたが追加された装甲により重量が増加したために機動性や航続距離が低下したほか、A6 で約 1.3 メートル長くなった砲身の扱いについて取り回しの悪さが問題になり当初は良い評価ではなかったよな。このレオパルトには砲塔に弾薬を保管する特別なコンパートメントを搭載しており、攻撃を受けると外側に向けて爆発し乗員を守る機能となっており、ロシアの戦車はというと砲塔の下に弾薬を収納しており弾薬が爆発すれば戦車も乗員も被害を受ける可能性もあるぜ。これまでにウクライナにはレオパルト 2A6 を21両が供与されており、陸軍第47機械化旅団を支援し戦車中隊を送っている第33機械化旅団に配備され、その後、陸軍第47機械化旅団は南部ザポリージャ州のロボティネから未だにロシア軍の占領下にある、交通の要衝トクマクを経由してメリトポリに至る約 80km に及び転向性軸で前進を続けている軍団で任務についているんだ。その第47機械化旅団と第33機械化旅団は6月上旬にロボティネ方面の攻勢を開始した際、6月8日ロボティネの北にロシア軍が設置した塹壕や竜の歯と呼ばれる対戦車障害物や地雷原を進みレオパルト 2A6 戦車、M2 歩兵戦闘車など、保有する貴重な車両20数両失うという、大きな損害を出してしまった。これを軍事専門家に叩かれ西側のメディアに大きく報道され、それらの中にはレオパルトには役に立たないとの声も聞かれるほどだったんだ。この失態により第47機械化旅団はレオパルト2や M2 の運用方針を改め、その高性能の暗視装置を活かし夜間に後方から攻撃を加える自走砲的な使用方法を取り、またはロシア軍が施した塹壕に突撃隊が遭遇すれば M2 が機関砲で制圧射撃を行うなど戦果を上げていったな。西側諸国より供与された強力な戦車を失うわけにはいかないという見方があり、レオパルトを撃破した、ウクライナは軍事的な損失を被っているとするロシアの主張により、西側諸国による支援を滞らせないためではないかとも言われているぜ。西側諸国からのレオパルト2やイギリスから供与されたチャレンジャー2や、また現在アメリカから届くとされている M1 エイブラムスはロシア製の戦車より長射程で、隊の後方から最前線を支援するといった戦術はまさに理にかなっているといえ実際、ウクライナ軍は南部ザポリージャ州で地雷原と塹壕で守られたロシア軍の第一防衛線を突破して第二防衛線をも越えたとされ前進を見せているみたい。
ウクライナ南部に展開する第47独立機械化旅団は9月29日、西側諸国から供与されたドイツ製の最新鋭戦車レオパルト2が、歩兵戦闘車などの戦闘車両や歩兵部隊とともに実戦で砲弾を発射する様子の動画を SNS に公開したよ。これには第47機械化旅団の部隊がザポリージャ州とされる平原を南下している様子や、レオパルト 2A6 とアメリカ製の M2 ブラッドレイ歩兵戦闘車とが並んで走行しているのが撮影されていたんだって。映像では遠くに砲弾が着弾して爆発する様子や姿の見えないロシア軍が近くの森林から発射していると見られる機関銃弾が飛び交い、米国製 M2 ブラッドレイ歩兵戦闘車が少し後退し車体後部のスロープを下ろして、乗り込んでいた歩兵が、M16 自動小銃と対戦車ロケットで武装した6名が飛び出し、身を隠すためにロシア軍が掘った塹壕に素早く飛び込んだな。M2 ブラッドレイが少し後退したところにレオパルト2が 122mm 四砲を発射し攻撃しながら前進したのは、ロシア軍による対戦車ミサイルの狙いを外し乗員を守るためだったと思われるぜ。このような機動性が優れた西側製の戦車には高速で後退できるギアが標準で装備されており機敏な動きができるんだけど、これはロシア製の戦車にはない装備だね。レオパルト2から発射された砲弾の着弾点は映ってはいなかったが、命中を喜ぶウクライナ兵が歓喜の声を上げており、ロシア軍が放ったと思われる弾が撮影者の頭上を飛び交い昼間に行われた荒々しい戦闘が撮影されていたぜ。この戦闘で、レオパルト2がこれまでの後方から最前線の部隊を支援するといった任務から、最前線での攻撃に変更されたとも考えられるが、この強力な新型戦車が自走砲的なものとは違い戦車であったと改めて認識させられたな。そして前進するにつれ、これまでウクライナ軍の戦車を悩ませていたロシア軍がありえないほど敷き詰めた地雷原が薄くなり、安全に戦車を前線に出撃させられる状況になったってわけ。これまでウクライナ軍が戦争開始当時から悩まされてきたのがロシア軍の榴弾砲や多連装ロケット砲システムマースであり、これに対して供与された大砲兵レーダーを駆使してその所在を捉え移動する前に素早く攻撃を加えているよね。さらにアメリカから供与された長射程で精密な攻撃が可能な高機動ロケット砲システムハイマースや M270 などのアメリカ製マースから発射される GPS 誘導の長射程ロケット弾や西側諸国から供与された 155mm 榴弾砲から発射可能なやはり長射程のアメリカ製の GPS 誘導砲弾 M982 エクスカリバーなどのアウトレンジ攻撃によってロシア軍の後方の弾薬庫や燃料の集積所や物資の供給網などのほか、司令部なども破壊し、ロシア軍の前線での作戦に影響を与えロシア軍による火力が大きく減退しているよ。NASA アメリカ航空宇宙局が通常は森林火災の発生場所などを把握するために活用している人工衛星で今回、戦闘で起きた火災を反映させた分析の結果、観測している地上の熱源データによると、2023年7月のウクライナ東部のドネツク州、ルハンシク州、ハルキウ州3つの州においては、熱源の数が、7月1日から10日までの12期間で2903件確認されていたのに対して、10日から20日までの12期間では662件、20日から30日までの12期間では657件と、1日から10日の上旬と比べていずれも2割程度にまで減少しており、ロシア・ウクライナ戦争が継続中の7月中旬以降にウクライナ東部でロシア軍による、攻撃が極端に減少したことが今回の分析データで分かったぜ。アメリカのシンクタンク戦争研究所は、7月16日に公開した分析で、ウクライナがアメリカから供与された長射程の高機動ロケット砲システムハイマースで、ロシア軍の後方にある弾薬庫などを破壊した結果、7月10日頃からロシア軍の砲撃が大幅に減り、それが熱源の大きな減少にも反映されたと見られるみたい。これについて専門家などは、ウクライナ軍はロシアの多連装ロケット砲や火砲はほとんど破壊できていないのに、NASA の人工衛星の熱源データにおいて砲撃数が減っているということは、前線にいるロシア軍に弾薬が届かず、砲撃できない状況にあるか、ウクライナ軍の長射程の兵器により、
ロシア軍後方の補給拠点が破壊され弾薬自体がなくなったのではないかと見ているぜ。その上で、ロシア軍はこの現状に対応するために弾薬をハイマースの射程とされている。90km より遠い場所や数箇所に分散して配置したために、輸送効率が下がり前線に届ける弾数が減り砲撃できなくなっていると指摘しているな。アメリカから供与された高機動ロケット砲システムハイマースについて、機動性が高く、陣地に入りすぐに射撃を行い、反撃を受ける前に離脱でき、GPS により正確に攻撃できるとし、劣勢だったウクライナ軍がロシア軍に大きな打撃を与え、ウクライナ側の被害も抑えることにつながりハイマースが戦況を大きく変えたゲームチェンジャーであると述べているみたい。ウクライナ軍が高密度の地雷原を突破し、劣勢に立たされているロシア軍の砲撃も減っており、今後ウクライナ軍の元へ到着する優れた戦車も登場しウクライナ軍の進撃はさらに高まる可能性があるかもしれないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年10月22日にウクライナ国防省が XQ Twitter に、ウクライナ軍の自爆攻撃型 FPV ドローンが、畑の中を取る道路沿いに大量に置かれていたロシア製の対戦車地雷を発見し、突入して爆破する動画を投稿して公開したよ。ウクライナ国防省ではこれについてリモートによる地雷除去として備蓄されていた対戦車地雷を破壊したという表現をしているが、動画を見る限りでは周囲にロシア兵の姿は全く見られず、地雷敷設に必要な機器なども見当たらず、地雷には何の遮蔽物も偽装もされておらずの済みになっていることから、ロシア軍が何らかの事情によってその場に放置したか、あるいは廃棄されたものではないかと見られているぜ。さて今回はウクライナのドローン活用により、ロシアの戦車が危機にある件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍においてはこの侵略戦争においてドローンの活用に注力していて、2022年2月24日にロシア軍が侵略を開始した際に、それを撃退するために大きく貢献したとされているトルコ製のバイラクタル TB2 に始まって、手軽に入手可能な民生用ドローンを偵察用ドローンとして活用したり、アメリカから供与されているスイッチブレードなどの自爆攻撃型ドローンもロシア軍戦車への攻撃などに有効活用しているほか、黒海に君臨しているロシア海軍黒海艦隊の艦艇やクリミア大橋などの橋梁の橋桁を攻撃するのに、水上ドローンの開発と実用化を進めていて、実際に数隻を沈めるなどの戦果を上げており、これらの FPV ドローンによって攻撃時の様子を撮影した上で SNS などにおいて公開することで、自分が優勢であることを国際社会へアピールするために役立てているよ。この FPV ドローンとは、ファーストパーソンビュー、ファーストパーソンビューを訳したもので、一人称の視点という意味で、つまりドローンからの映像が自分の見ている視点一人称視点であることを表しており、この FPV の機能によって操縦者がドローンから見える景色を見ながら操縦することが可能となるぜ。通常は、FPV ドローンからの映像は送信機プロポに取り付けられたスマホやタブレットなどに映し出され、これによって地上からドローンを操縦しているにもかかわらず、空からの鳥観図のような映像を見ることができ、カメラやビデオ機能によって写真画像や動画として撮影して残すことが可能だな。さらに、FPV ドローンの中には操縦者が専用のゴーグルなどを着装することによって、まさにドローンに搭乗しているかのような映像を見ながら操縦することも可能となり、GPS 誘導などの高価な誘導装置を搭載したミサイルと同様により正確に目標を攻撃することができるんだ。そして、この FVP ドローンの軍事利用における最大の利点は、ドローンを扱ったことのない兵士でも簡単な操縦訓練を受けることですぐに飛ばすことができるという点にあり、極端に言えば最前線に突然配備されたとしてもその場で何度か飛行させるだけで運用が可能になることだろうな。ウクライナ軍では自爆攻撃型として開発されたスイッチブレードなどの軍用ドローンの他に、民生用のドローンにカメラやビデオを搭載して敵陣の偵察や砲兵部隊の着弾観測などに活用しているが、
民生用 FVP ドローンに爆弾を搭載して戦車や装甲車などの破壊に活用しているぜ。戦車は側面や底面などの装甲と比べて上部の装甲が薄く作られていて直上からの攻撃には弱く、ドローンによる攻撃のほか、アメリカが開発した歩兵携帯用の対戦車ミサイルジャベリンなどはミサイルが戦車の直上から攻撃できるため、これらによってここまでに多数のロシア軍戦車が破壊されたよ。ウクライナ侵略戦争においてロシア軍戦車が破壊されている動画や画像がたくさん出回っている中で、特に目立つのは主力戦車としては一世代前となる T72 戦車が破壊されているもので、その多くの画像には砲塔が吹き飛んでいて明らかに搭乗員は粉みじんになって戦死したと想像できるよね。T72 は1973年に生産が開始されていて主力戦車としては第二世代にあたり、世界中に広く輸出されて主力戦車として運用されており、ロシア軍においても未だに主力戦車として運用されているよ。T72 で特筆すべきは、世界で初めて実用的な自動装填装置が採用された戦車でもあるということなのであるが、自動装填にした際に金属製の薬莢と一体化した弾薬ではなく、弾頭部と装薬部に分離させた第二次大戦時の戦艦など水上艦の大口径砲手砲と同じ形式が採用されたんだ。これは金属製の薬莢を使用した場合、射撃した直後にはかなりの高温となるため、数発連続して射撃した後の砲塔内には高温の薬莢が多数転がる状態を引き起こし、搭乗員が危険にさらされる他に砲塔内部の温度が高温になり搭乗員にとって苛烈な環境になるだけでなく、砲塔内に保管されている弾薬が誘爆する危険が生じることになるってわけ。それらの危険を避けるために、装薬を梱包装薬にすることで発射時に砲塔内で燃焼させることにした砲弾が T72 で採用されたってわけだな。T72 の自動装填システムが撮影された動画が公開されていてそれを見ると、自動装填用のアームによって砲内に弾頭部分が装填された後、続けて梱包装薬が押し込まれていく様子が映されているが、T72 においては砲塔の被弾性を小さくすることを目的に小型化されているため、弾頭部分と梱包装薬は砲塔下部のスペースに保管されていて、そこから自動的に給弾するようになっており、そのため、砲塔の真下に弾薬庫があり、そのシステムも第二次大戦時の戦艦の主砲と同じ構造なのだが、戦艦では砲塔下部の弾薬庫は厚い装甲で守られているほか、艦内の冷房システムで常に弾薬が冷却されているぜ。戦艦のような大きなスペースが確保できない戦車の場合、弾薬庫の装甲を厚くすることができず、発射時に燃焼させることを目的としている装薬は金属製の薬莢と違って耐熱性が低いとみられ、砲塔が被弾した場合には簡単に誘爆して砲塔の下で大爆発を起こす可能性が高いからね。結局、T72 で採用されたカルーセル方式と呼ばれる回転型自動装填装置は本来であれば、弾薬を被弾率が低いとされる車体底部に集約して生存性の向上を狙った設計であったはずなのであるが、万一車体底部の弾薬に誘爆した際には爆風が砲塔内を直撃することになり、砲塔が真上に吹き飛んで車体が大きく損傷して搭乗員が戦死することが判明したんだ。この T72 の被弾時に砲塔が吹き飛ぶ事象は、かつて湾岸戦争時にイラク軍が運用していた T72 において多数発生したことから、アメリカ軍内ではびっくり箱ジャックインザ DOX との別称で T72 を揶揄していたことが伝えられているぜ。これについて、戦車内の弾薬庫が被弾しやすいのは T72 だけではなく、西側の主力戦車も同様だとする声があるな。西側の主力戦車では砲塔後部にあるバスルと呼ばれる部分を弾薬庫にして砲弾が収納されていて、アメリカの M1A1 エイブラムスやイギリスのチャレンジャー2にドイツ製のレオパルトにはすべてその方式で、他にもバスルを弾薬庫として砲弾を収納している西側主力戦車には、日本の自衛隊の90式戦車や100式戦車、フランスのルクレールに韓国の K2 ブラックパンサーがあるが、これらはすべて自動装填装置を採用しているよ。西側戦車が T72 以上に危険な構造であると指摘する軍事評論家は、T72
被弾しにくい車体下部に弾薬庫がある T72 に比べて砲塔上部にあるバスルの方が被弾しやすいことを根拠としているんだけど、西側戦車は砲塔が大型化してもバスルの装甲を厚くしているものが多く、また被弾した際にはバスル上部のパネルが吹き飛ぶように設計されていて、砲塔内に爆風が吹き込まないように作られているため、砲塔内部の搭乗員の生存性が高いんだ。そして、装甲が厚い車体下部が直接被弾する可能性は低いとしても、T72 の砲塔上部の装甲が薄いため砂を上からジャベリンなどのミサイルで攻撃された場合は貫通されて、車体下部の弾薬庫が被弾して誘爆することによってびっくり箱とかすってわけだ。これらのことから、T72 も西側主力戦車も上部からの攻撃に弱い点では同じだが、搭乗員の生存性においては大きな差があり、西側諸国の主力戦車の方が有利であると言えるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。